ホトちゃんの好きなところを教えてください。髪質男性でありながら髪の毛の綺麗な芸能人女性込みで2位か3位なの。すごくない女性込みやで。で昔やったらもうピークの時のキムタク1位2位あいつで3位タッキーやで。へー、サンドイッチやったら具が一番まずいっていうね。ほんまにあったか雑誌で。すごーぐらい髪の毛の綺麗さは確かにすごいね。出会った頃はスポーツ狩りやったから好きって、いや好きとかじゃないけどそこは尊敬するかな、うん、好きなところは好きなところ、年齢は2個下だけど俺のことを立ててくれることかな。チャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。宮田耕司。